国分優作は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属する機種。JRA 及びマスコミ各社の表記ルールにより一部の地方競馬を除いて競馬中継や新聞、雑誌では国分優作と表記される。双子の弟、国分京介も立党所属の機種。2006年4月に競馬学校第25期生として双子の弟、 京介らと共に入学。在学中の3年生時には、弟同様、藤田新人の特別講義を受け、2009年2月に卒業。その際、成績優秀者に贈られるアイルランド大使特別賞を受賞している。兄、優作は、三保の国枝久し9社、弟、京介は、立党の五十嵐忠夫9社と東西分かれての所属となり、JRA では、 柴田大地、柴田美咲以来13年ぶり2組目の双子騎手となった。なお同期に小野寺雄太、松山光平、丸山元気などがいる。しかし2009年は京介23勝に対し優作は4勝2010年も京介52勝に対し優作は3勝と弟に大きく水をあけられる状況下にあったが、関西では減量騎手の起用に、 積極的であるという背景を考慮した、当時の師匠である国への方針もあり、2010年11月より、騎手としては珍しく、立党留学を行った。3キロ減の原料騎手ということから、ノリアンを集めた優作は徐々に勝利数も伸ばし始め、やがて、勝つまで乗せるという調教師も現れるようになるなど、立党関係者より信頼を集めるようになる。国枝は、 美穂に帰ってくるまでに実証勝して来いという作を送り出し、当初は2月いっぱいで美穂に戻す予定であったものの、立党で成果を出すようになった優作を呼び戻すことはせず、そのまま止め置くようになり、優作は2011年3月1日より正式に立党へ所属変更となった。2014年の小倉二歳ステークスを大宮アリスに帰乗して優勝し、重賞初制覇。 ありがとうございます。